こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。ダンツシアトル前に行きそうです。サーストンドレス、それに続いています。さらにはブリリアントアヘッド、3番キュートコマンド、その後ろサニーキャスト、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはキャニオンシューテング、並んで12番ジェントルファンキー、サーストンドレスすぐ後ろ、その隣にナチュラルキャスター、キュートコマンドすぐ後ろ、黄色の帽子サーストンサマー、その後ろすぐ隣にチャペルアクション、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭からブリリアントアヘッド先手を取りました。その後ろからはローミンレイチェル、その隣にシュアジュピター、キュートコマンド、それに続きます。赤の帽子サーストンドレス、その後ろすぐ隣にキャニオンシューテング、並んで9番チャペルアクション、デアリングクレア、この馬もこのグループ、すぐ隣にサーストンサマー、後ろからの競馬になりました。ダンツシアトル、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。この辺りで先頭が変わりました。ジェントルファンキー、2番手はブリリアントアヘッド、ローミンレイチェル、3番手ダンツシアトル、この位置から届くのかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はジェントルファンキー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 ジェントルファンキー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ダンツシアトル抜けた。2番手はデアリングクレア、ダンツシアトル1着、ダンツシアトル完勝、ダンツシアトル1着、2着はデアリングクレア。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダンツシアトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アップソリスト好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアップソリスト花に立ちます。その後ろからはダリアズドリーマー、この馬も上がっていく構えです。さらにはジェイコカルメン、2番レジェンドファッション、その後ろ先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアップソリスト、並んで12番マウントキャップ、内からはグリークロンドン、その外からジェイコカルメン、内からはフローレスリー、緑の帽子ダリアズドリーマー、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。それでは先頭から先手を取ったのはフローレスリー、その外からアップソリスト、青の帽子グリークロンドン、その後ろレジェンドファッション、そのうちに続いています。その外にジェイコカルメン、緑の帽子ダリアズドリーマー、その後ろ雪の美人、後ろから並んで14番グロリーサマー、内からはセカンドアクティブ、その隣にプレイディームガトン、その横にプレンティーオブグレイス。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでアップソリスト先頭に変わりました。アップソリストさらにリードを広げます。フローレスリーほとんど差がありません。グリークロンドン3番手、雪の美人、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭に立ったのはフローレスリー、残り 200m、 先頭はフローレスリー、アップソリスト必死に追いすがります。フローレスリー先頭、2番手はプレンティーオブグレイス、フローレスリーゴールイン、フローレスリー1着、2着にはどうやらプレンティーオブグレイス、勝ったのはフローレスリー、見事な勝利です。
こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。セームブリザード好スタート、綺麗なスタートを切りました。オールボタン前に行きそうです。グロリアボールド、それに続いています。さらにはセームブリザード12番ハーバードリーマー、その後ろ後方に控えたのがオンリーロワイヤル。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはオールボタン、これに続いてセームブリザード青の帽子ユーザーフレンドリー、その後ろその隣にハーバードリーマー、その外にグロリアボールドピンクの帽子サザンホール、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはスーパースタッフ、すぐ隣にダイヤモンドテイスト、その横にハーバードリーマーユーザーフレンドリー、この馬もこのグループ、すぐ隣にオールボタン、その横にキャピタルカーソングロリアボールド、この馬もこのグループ。 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはユーザーフレンドリー、その外にスーパースタッフ、先頭は依然としてユーザーフレンドリースーパースタッフ、ほとんど差がありません。ダイヤモンドテイスト3番手アドラーブル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ユーザーフレンドリー先頭、差はほとんどない。2番手はスーパースタッフ、あと 200m、 ユーザーフレンドリー先頭だ。アドラーブルさらに突き放します。2番手はオンリーロワイヤル、アドラーブル1着、アドラーブル完勝、アドラーブル1着、2着はオンリーロワイヤル。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アドラーブル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭は川内トリビュート、川内トリビュート先頭、リードを広げにかかります。2番手はタイムトゥマジック、川内トリビュート1着、川内トリビュート完勝、川内トリビュート1着、2着はタイムトゥマジック、1番人気に応えました。川内トリビュート見事です。Thank you.
札幌競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。デュークプロネット好スタート、綺麗なスタートを切りました。マルブツサンキスト前に行きそうです。メジロパーマー、それに続いています。さらにはデュークプロネット1番レガシーワールド、その後ろ社交グレード後方から、では前の方から。先手を取ったのはデュークプロネット、その隣にカリブソング、名称レグナム、そのうちに続いています。ピンクの帽子エトワールダッシュ、その後ろ当選リズム、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のイクノディクタス中段につけています。ヤマニンゼファー、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。では前の方から見てみましょう。マルブツサンキスト先手を取りました。黒の帽子メジロパーマー、その後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はメジロパーマー、マルブツサンキストほとんど差がありません。デュークコロネット3番手イクノディクタス、いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はメジロパーマー、並んでマルブツサンキスト、その隣からはデュークポロネット。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭はイクノディクタス、イクノディクタス先頭、イクノディクタス先頭、2番手はメジロパーマー、イクノディクタス今ゴールイン、段違いの強さです。イクノディクタス1着、2着は名称レグナム、これが G1 馬の実力だ。イクノディクタス